入んないんだけど。手で持つの手伝って。山崎翔子です。ここの空間五感という認可外保育施設の運営をさせていただいています。保育士なんですが、遊びコネクターという肩書きで活動させていただいています。札幌での生活はなんか本当便利なものに頼ってるというか、本当日々の忙しさを乗り越えるための毎日だったような気がしてて、いろんな仕事とか、家のこととかそういうのに追われてて、あんまり余裕はなかったように感じます。日中お散歩したりする時間ができると、なんか四季の移り変わりだったりとか、すごい鳥が近くで鳴くんですよね。ウグイスがこんな近くで鳴くんだみたいな、なんか本当そういうのに感動して、あ、すごく綺麗な街だなって思いました。本当に毎日夫とも話すんですけど、家で温泉溜めて毎日、あ、今日最高だったねってお風呂に家族で入れるとか、あとはあまりね物音とかどんだけ騒いでても、地域の方たちもあったかくって、いつも息子たちの名前呼んでくれて、どうしたのとか声かけてくれたりするから、安心して、私たちが私たちのままで生活して大丈夫っていう、地域の雰囲気だったり、心地よく暮らしてます。昨日も漁師さんの子が遊びに来てて、うちで遊ばせてていいかいって、ちょっと行ってくるわって言って、はい、ホッキって言ってホッキいっぱいの袋持ってきてくれて、やっぱ子供たちも興味を持って美味しいって食べれるのもすごくいいなって思ってます。ゆっくり子育てしたいのになって思って、日々忙しく暮らしている人たちに、ぜひ1週間でもいいから白老でお子さんと一緒に来てほしいなって。そしたら、なんか自分がこれだけ毎日一生懸命頑張ってたんだっていうのにも気づけると思うし、その自然に触れた時とか、あとはこの田舎って言われるようなこの雰囲気で、子どもたちがどんな風に目を輝かせるのかっていうのを、ぜひね、家族で見てほしいなって